ラジオでの説教に臨むピウス11世。ピウス11世は、ローマ教皇、カトリック教会の司祭、本名アキルテ・ラティ。二つの世界大戦の狭間まの時期にあって、19世紀以来と抱いていた諸国と教会の関係正常化を図った、ピオ11世とも表記される。オーストリア帝国のロンバルド・ベネトン国デージオで、工場経営者を父に生まれたアキルテ・ラティは、 第一次世界大戦中の1917年から18年、教皇訪問施設として、ポーランドとロシアに派遣された。1919年には中アルシャワ大使として、赴任したが、同年2月に、ポーランドソビエット戦争が勃発すると、危険を犯して、大使館に泊まり、教皇のメッセンジャーとしてカトリック国ポーランドを支援した。後に養殖である、ミラノ大司教を経て、 1922年2月に教皇に選出された。長く外交分野で働いたが、本来は学者で諸言語に通じ、古代以来の様々な神学的著作に精通していた。ピュース11世を名乗るラッティは、教皇として文化と政治の両面で目覚ましい働きをしている。バチカンの絵画館、ラジオ局、そしてローマ教皇庁科学アカデミーは、すべて、 ピウス11世の下で作られたものである。政治的には、ラテラの条約をはじめとする、政教条約の締結で知られる。19世紀以来、バチカンは、イタリア政府と断絶状態であったが、ピウス11世はこれを解決すべく、ムッソリーニと交渉し、1929年2月11日、ラテラの条約が結ばれた。これはバチカンが、イタリア政府を認め、同時に、イタリア政府も、 バチカンを独立国として認めるというものであった。これによって、ローマの囚人状態が解消され、世界最小の国家バチカン四国が成立した。それは同時に、かつてより、バチカンが求めていた広大な教皇領の返還を諦めるということを意味していた。この時、教皇領の代償として7億リラが支払われ、以後の教皇庁の財源となったという。 ムッソリーニ政権下のイタリアとバチカンの関係は必ずしも良好ではなく1931年には会直ノンアビアもビゾーニョで公式にファシスト等を非難している。ナチス大統以前のドイツではカトリック系のドイツ中央党が政治に大きな影響を与えておりドイツカトリックの関係者が国政に参加することも珍しくなかった。そのため ナチスとカトリックは対立関係にあり、ドイツの司教はナチス関係者の先令を拒否することもあった。しかしナチス大統後、ドイツ中央党党首、フランツ・フォンパーペンがナチスに接近33年にナチスが政権を握ったとき、フォンパーペンは副首相に就任し、ピウス11世は正式にナチス政権を認めた。そしてドイツ中央党は、 いわゆる全権委に運法に賛成し、ナチスとカトリックの協力関係が築かれた。1933年7月にはドイツとバチカンでライヒスコンコルダートが結ばれ、ナチス政権はカトリックの保護を約束し、教会は聖職者の政治活動を禁じた。カトリック教会がナチスを容認した理由は反共産主義で一致していたこと。 ドイツ領内のカトリック教徒の保護とバチカンの保護などが挙げられる。しかしナチスは、政教条約を無視し、カトリック教会による青年運動などを禁止し、カトリック教会との対決姿勢を鮮明にした。これに対して教皇は1937年の会直ミット・ブレネンダー・ゾルゲで、ナチスが人種、民族、国家を深刻化していると非難し、その非人道的行動を非難した。 また、社会主義に対しても批判的な態度をとり、1937年の会直、ディビニレデンプトーリスでは、共産主義を容認できないものとして断崖している。ピュース11世は、超世俗的位置を堅持していたカトリック教会の壁を破って現実社会に関心を持ち続けた。これは、上記のファシスト諸国との関わりだけでなく、労働者の尊厳を訴えた会直。 クアドラジェジモアンのにも表されている。教会的には王であるキリストの祝日を定めた。これは、キリストの支配が国家や主義を超えて世界と人間の全生活に及ぶと宣言することで政治的な次元を超えるキリスト教の精神を再確認したものであった。中世以来のバチカンの世俗国家的姿勢を捨てて、現代世界におけるカトリック教会のあり方を模索した。 ピウス11世は、第二次世界大戦が約7ヶ月後に生ま九1939年2月10日に、よう去った。松本87ページ。松本87の88ページ。松本95ページ。松本96ページ。松本98ページ。ありがとうございます。